日本のお酒が組まれました。何かの形に似ていると思いませんか。地元の方ではこれを蝶の形と呼んでいます。この竹の下を毎年くぐっていただきますと、その年一年その方に幸せが訪れるということになっています。これから蝶の下くぐりを行います。南側の方、海側の方から北側の方へくぐっていただきます。